はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけども、ジャックアンドサリー、スキル1、こちら、ちょっとあらかじめ撮ったんですけども、めちゃめちゃ強えぞということで、ちょっと紹介していきたいと思います。で、なんで急にジャックサリーを紹介しようかなと思ったかというとですね、これサブアカウントなんですけれども、サブアカでですね、ミッション攻略をしてた時ですね、で、そのミッションが、鼻が黒いツム、を使ってみたいなミッションだったんですけども、まあそれでジャクサリ選んだんですけど、このね、アカウントはジャクサリがスキル1で、まあ、ちょっと使ってみるかなと、久しぶりに。自分的には発動数めちゃくちゃ重いですよ、これ。発動数46で、しかもコイン補正値もスキルマーと比較するともう全然低いので、まあそんな稼げんだろうと。いう、まあ、稼げる、まあ、強いは分かってたんですけど、まあ、言うて、そんな稼げんだろうって思ったんだけど、稼げたということで、コイン稼ぎ効率もですね、なんとパイロットルークと遜色ないレベルで、ほぼ同格の強さと、すごいっすよ、このツム。これさ、まあ発動数重いんだけど、効果時間はね、スキルマと同じなんですよね。それがマジででかい。で、1回のスキルで入るコインが結構入るんですよね、これ。重ね掛けで本当は、スキルマだと600枚とか700枚とか入るんだけど、スキル1だとね、全然入らないですよ。確か200枚、300枚ぐらいしか入らないんですけど、でも、全然強いんですよ。このやっぱサリーのスキルがね、マジ強い。これで41勝強とか。これでコインが入ってくるんですよね。これで。強くないっすか？でそうサリーがね46と発音数が重いのがまあちょっと気になるんですけど、思ってたよりかはですねスキルが回って、はい、こんな形で思ってたよりかは回ってますよね。なんでなので7000枚、そう、まあ平均7000近く取れてるんですけど、7300-7400枚ぐらい取れたんかな。ちょっと2プレイ連続でやってみたんですけど、はい、本当に強いんですよ。これもね、本当は実況しながらね、リアルなあのコイン稼ぎをやろうかなと思ってたんですけど、この端末自体が撮影中にね、そう、音が聞こえないやつで、まあ、じゃあそれであったら、まあちょっとあらかじめ一発撮っておこうかということで、まあこういう形にはなってるんですけど、強いね。はい、あれ7000枚来なかったんやったっけ。あれか、2プレイ目が7000いくつかか、7600枚とかそれぐらいかな。そう、使い心地はね、もうそう、スキルさえ回ればねめちゃめちゃいいんだけど、まあ、46はね、まあなかなかなんで辛いところはあるけど、さあ2プレイ目ぜひね最後まで見ていってください。まあ、発動数以外は、まあ、発動数とコイン補正値以外は、基本的には、もう、性能は同じじゃないですか。まあ、でも、そう、同じなので、やることがね、同じなんですよね、基本的には。スキルが回りにくい以外は。なので、まあ、重ね掛け、ジャックの重ね掛けですね。まあ、可能であれば、2回、
やった方がいいかなと思います。あとはもうサリーのスキルで、まあ、できるだけ大消去、できるだけ大消去。はい、これはねフィーバー調整ミスりましたね。完全にやらかしました。全然スキル発動できてない、困った。からの、まあこれも多分まあ30消去とかしてもね、うん、多分300枚ぐらい入ってるから、それなりには入ってるぜ。重ね掛けとしては弱いですけど、このペースで本当に7600とかいけてるんか、無理じゃない、無理くね、無理くねえか。からのおお、いいね。ジャクサリはさ、記念セレボで復活するかなって思ってて、まあ皆さんもね、まあそう思った方多かったとは思うんだけど、復活しなかったんでね、まあ次回はやっぱり三階セレボに入ってくるんじゃないかなという、そんな感じですね。まあ年末に、年末か、まあハロウィンの時に、ナイトメアシリーズのところから、まあ、新妻来れば、まあ、ワンチャンもあるんですけど、まあ、それでも、それでもきついんかな。ちょっと。うい。いいよね。これ強いっすよね、サリン。大体つながるから。さあ、あ、ここで6000だから、多分もう一回、多分重ね掛けできるんじゃないかなと思うんで。これでか。これで7600枚とかか、7500枚とか稼げたのかな。おーという感じでございます。まあちょっとね、復活しないんで、まあこれから手に入れるっていうところで言うと、まあなかなか厳しくて、まあ多分復活するなら三が日になるかなと思うんですけれども、まあもしね復活したら、まあ必須級で確保してほしい積むになってますので、まあそこだけね視野に入れておいてもらえたらなと思ってます。はい、ということでスキル1、スキル発動数46という、まあ、激重ではあるんですけども、まあそこをですねうまく、回しつつ、サリーのスキルで大消去、していけばですねコイン稼げますので、はい、まあ皆さんぜひ使ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではバイ。